い皆さんもあれです、ちょっとやっていきましょうか。ここからでね、実はなんぜだのあった。ここでマッチをつける。で、ここの木箱を回す。もうこの鍵を手に入れた。なぜかどうか、あ、燃やして開けるのかな。どこの廊下か、ここはもしかして開かずの扉のこっち側。違かった。こっちは違う。どこだろう、廊下の鍵って。この上か。うわ、怪しい。いかにも怪しい。雰囲気だ。分かってた。青鬼フラグだ。分かってたよ、青鬼フラグは。よし、オッケー。長いなぁ。なんかあるの、こっち。なかった。あ、これですか。 OK。 これ番号とか459だったっけ。当てはめる数字を9 6 6 9 9 6。ちゃう、だから4だから969。何これ、9465。分かんないけど、何なんだろう、よく分かんない。9465かな。9465。違う。分かんないか。はい、皆さん分かってしまいました。これね、4を入れてね、何なんだ、4を入れるんだ。こうで、こうじゃないですか。で、こうじゃないですか。まずこれで6で、こっちが4で、こっちが4で、64で、これが9ですか。逆ですか。逆転数が9で、これを5。らしいです。はい、なんかそんな感じらしいです。なんか入れて逆転するという発想までも思いつかないよね。書物庫の鍵を行きましょうか。今からどこで書物庫って。ここはあれか、銀庫か。書物は向こう。どうせまた椅子をどかしたパターンで、この人の席です。これは 1.0 でやりましたね、皆さん覚えてますか。詳しくは 1.0 の動画を見てください。はい、また来ましたね。
わお。1.0 と変わんないな。やっぱり 1.0 もなんかこんなパターンで1回死んだ。はあ、今回は死んでなくてよかった。ちょっと分かった、失礼だった。危ない。なんとか生き残った。もう今の本当だと死んでますよね、絶対。かわしきれてないけど奇跡的にかわせた。やった。これはもうこのまま下も下行っても大丈夫か。このまま下行っても大丈夫か。行きましょう。一か八か。危ない危ない。図書室は嫌いだ。3.0の図書室は嫌いですね。好きではない。全員よし、みんなよかった、みんな無事だったのね。安心してる場合じゃないよ。どうやってここを脱出するか考えないと。ちゃんと合流したのだったけど、瞳がだいぶ平常に戻すようになった。よし、お前は化け物を見たんだろ。ああ、なんだあれは、お前は知ってるはずだろ。お前は何でも知ってる。脳みうん野郎だか。皮肉だが、俺が読んだ本にはあんな生き物は載っていなかった。ああいうものはリアル島にハロウィン恐怖映画集特集に見てて12歳の時以来目にした。なんだってくすったら2月の授業も持ってくわかんねえわね。私生まれたまだしこの絶景を狙ってやがる。厳しく悪い方に考えちゃダメよ。私たちがいなくなった若いは家族が箱に探してくれる。きっと気がするもしれない。立ってここに来た。誰も言わずに来た。だが俺たちがいるここに、ここ、ことは誰も知らない。そういうこと、言う。もう俺は俺たちあの化け物に手術こされるんだ。俺がお化けならそうするよ。いいか、きっとお前が一番初めにこされるんだ。一番足が遅いし、弱そうだからさ。俺がお化けならそうするよ。やめなよ、たけし。とにかくな、たけし、そう分からずさ。おう、うわぁ、嘘だろ。タクロー、殺されちまった。やばい。うわ、時間的にやばいか。これ時間的にやばい。9分とか。こんな時にちょっとやめろよ、おい。青に空気読めよ、時間というタイムの。空気を読みたまえ。空気を読めよ、青鬼め。よし、オッケー、ギリセーフ。ギリギリ、ダウン。終わりますわ。さよなら、バイビー。